オーストラリアの地元からおはようございます。今日2日目なんだけど、昨日着いてて、着いたら4日間ぐらいで、5時間ぐらいしか寝てなくて、ロンドンから東京行って、日本に行って、日本からまたオーストラリアに来て、今真冬なんだけど、朝6時半なのに多分9度ぐらいかな。昼ぐらいになったら多分24度とか全然楽だし、みんなサーフィンやってるし、2年前から行ってるけど、2年前に2年後にこう引退するよっていうアナウンスメントしてて、引退するっていうのは、レギュラークラスから引退してて、本部はそのまま埼玉にある、本部はそのまま活動してるけど、自分が6週間ずつ8週間ずつくらいかな、のタイミングで日本に戻って講習会だったり、ショートコースだったりセミナー開催したり、するつもりなんだけど、目的とすれば、各支部、集中して力入れて、上達されるように、いろんな方法で上達されるように、そのローコンバットの組織のベースを強くするために、もうちょっとこう、自分の状態とすれば、その動きやすい状態作れないといけなかったから、一応家族と、オーストラリアに戻って引っ越してて、これから、いつも通りに世界もあるつもりなんだけど、レギュラークラスだけは面白くない。これからいろんなそういう、サバイバルだったり射撃とか、あとそのオンライントレーニングのビデオも、いろいろシェアするつもりなんで、ぜひ